上野美智子さん。自民党の上野美智子でございます。本日は、こういう場で質問する機会を与えていただきまして本当にありがとうございます。まずは、文部科学省の、貝本政務官の事務所をめぐる問題から、質問させていただきます。先日3月の9日ですが、参議院の決算委員会で、我が党の吉江議員が初めてこの問題を取り上げた際に、野田総理は内閣発足にあたって閣議決定した国務大臣、副大臣および外務政務官批判について、見解を表明されました。内容は、政務三役が特定の業界、団体と深い関わりを持った中で仕事をするのはおかしい、切り離さなければいけないという総理の見解でした。貝本議員の個人事務所が日教組の本部と同じく千代田区一橋の財団法人日本教育会館に置かれていることは、先日の吉江議員の質問の中でも指摘されました。その後に3月12日の予算委員会で我が党の世耕議員の質問の中でも指摘されました。その質問で分かったことは、日本教育会館の代表は中村譲氏、彼は現在の日教組の委員長です。また同会館のその他の役員の皆さんも、日教組の書記長などの経験をされた方の幹部の方々、経験をされた幹部の方々です。貝本さんの個人事務所が日教組という特定の団体と深く関わりを持つビルの中にあることは、これでも明らかではないでしょうか。ところが総理も文部大臣も、日教組とビルの持ち主である財団法人は別法人だから問題はないというようなことを、吉江議員とさらには世耕議員の再三にわたる質問でも答弁されました。これはおかしいと思います。本日ここでもう一度、総理がいらっしゃらないのでですね、官房長官からこれについてのご見解を伺いたいと思います。はい、上野美智子さん、神本政務官が来ておりませんが、それでいいですね。はい、内閣官房長官藤村修君。教育は中立かつ公正に行われるべきものであって、特に学校は児童、生徒等に対する教育の場であることから、政治的中立性を確保することは重要であり、このことはいつの時代においても尊重されるべき普遍的な理念であると考えています。政府としては今後とも教育基本法等の法令に基づき、各学校の教育が行われ、教育の政治的中立性が確保されるよう適切に取り組んでまいりたいと考えております。今お尋ねの神本政務官の事務所が、財団法人日本教育会館に置かれていることについては、一般論として法人から事務所の対応を受けている国会議員が当該法人を所管する府省の政務三役に就任しても、直ちに法的問題を生じるものではないと考えています。また神本政務官は、政務官就任後は政治資金パーティーを開催しておらず、いわゆる規範との関係では問題なく、政務三役としての職務を十分わきまえた上で、政治家個人としての活動をしていると考えております。上野美智子さん。法的に問題はないとおっしゃいましても、明らかに政治的な中立は保たれないと私は思いますが、この点についてもう一度お伺いしたいと思います。藤村内閣官房長官。政府としては教育基本法等の法令に基づいて各学校の教育が行われ、教育の政治的中立性が確保され、このことについて適切に取り組んでまいりたいと考えているところで、神本政務官については政治的中立を必ず守らせる、こういうことであります。上野それじゃあ上野さん恐縮ですが、もう一度質問を簡潔にお願いします。先ほど質問しましたのは、政治的中立は保たれてないという、私はお伺いしました。なぜなら法的に問題がないといっても、そのビルには
明らかに日教組経験者の方々がいらっしゃる、しかもそこの理事もしているということです。もう一度お答えください。はい、藤村官房長官。その団体と一緒のビルにいるからといって直ちに何か政治的中立性が保たれないというのはちょっとそれはそうではないと考えておりますし、当然のこととして政務三役として政治的中立を守らせていくと、このことには変わりございません。上野さん。それは無理だと思います。環境がそういう環境の中で政治的中立は私は守れないと思います。しかもですね、文科省の子どもに大変影響のあるというところの、役職です。私は自分の良心とか常識に沿ってですね、谷本議員にはもう一度きちんと考えていただいてですね、そしてきちんとした、形で表していただけないかと思いますが、本日はいらっしゃらないんですけども、もし官房長官がそういう状況にありましたらいかがなさいますか。個人的にお伺いします。はい、藤村内閣官房長官。そういうお疑いがあるということが払拭されない場合はですね、私は文科大臣の方にそのように伝え、そのようにさせたいと思います。はい、上野さん。はい、今の官房長官のご意見どう思いますか。文科大臣お答えください。文部科学大臣平野博文君。今先生がご指摘のところについては官房長官がお答えした通りでございますが、私のと一緒に政務三役として、今勤務をしていただいておりますが、政務官として私はそういう疑念を抱かれることのないように、中立で頑張っていただいていると私は思っております。はい、上野美智子さん。疑念をいただく、疑われないようにというか、そういう状況にあったら絶対に疑われる状況であると思いますので、ぜひともですね、大臣の方からそういうところに、事務所を構えてはいけないのではないかとはっきりと言っていただきたいと思いますが、いかがですか。平野文科大臣。先生、ご指摘でございますけれども、私は、この前の決算並びに予算委員会でも答弁させてもらいました。状況についてはご本人からもお聞きいたしましたが、確かに財団法人の建物には入っておられることは事実でございます。しかし日教組本体とこの財団との関係というのは別法人でもございますし、その運営についてはちゃんとその規則、財団の規則に基づいて2分の1の理事の構成とかそういうものは公正に運営をされていると私は伺っております。はい、上野美智子さん。それではですね、貝本政務官にもう一度文部大臣の方からご忠告していただくということにしてよろしいですか。それではあとはですね、もう貝本議員のですね、様式と常識とモラルの問題と私は取らせていただいて、検討していただけないかなということを要望させていただきたいと思います。私から申し上げます。閣僚諸君はの皆さんは兼職をすべて禁止するというルールもございますので、政府において一度ご検討いただきたい、そのように申し上げます。上野美智子さん。委員長ありがとうございました。次に、スピーディーについて質問させていただきます。私は昨年の3月24日からたびたびこのスピーディーについての、質問をですね、まず文科委員会の方でさせていただいてますが、最初は文科大臣から、スピーディーの存在すら知らないとかよくわからないという答弁ばかりでしたが、実は昨年の10月28日になりまして、やっと復興局の方で質問させていただいたことに対して、今日もいらっしゃってますが、細野大臣の方から避難誘導に、使えたのに活用することができずに地元の皆さんに大変ご迷惑をかけた、無駄な被爆をさせてしまったということに対し謝罪の言葉をいただきました。
それはとても嬉しく、私思ったんですが、ところがですね、ここから問題です。最近になってまた報道や事故調査委員の、調査議事録の公表、その中でまたまた真実が明らかになり、政府がまだ情報を隠しているのではないかと、国民はさらに政治を信じられなくなる、政府を信じられなくなる、そういう状態に陥っています。そしてその一つが、スピーディー関連情報の外国への提供です。1月16日の、国会事故調査委員会で、文部科学省は昨年3月14日に、外務省経由でスピーディーの予測データを在日米軍に情報提供したことを認めました。で、避難のために一番情報を必要としていた国民の周辺にお住まいの住民の皆さんには何も公表せずに、アメリカに対して事故発生4日目にですね、情報を提供するという、これは何かおかしくないですか？答えてください。官房長官、答えてください。文部科学大臣、平野博文君。上野議員からのご質問でございますが、スピーディーの情報について、外務省を経由して、米軍に出ているではないかと、こういうことの部分でございますが、その経過について少しご報告申し上げます。スピーディーの資産経過につきましては、発災後、我々としては、関係のところにつきましては、スピーディーの一時情報としては提出をしてまいりました。で、その中で3月の14日に、米軍が支援活動を展開するため、被災者のですね、支援活動を展開するため、放射性物質の拡散が掌握できるデータを提供してほしいという、こういうご依頼が外務省を通じて文科省にございました。そういう中で文部科学省としては、文部科学省の中の災害対策支援本部が、原子力安全技術センター、いわゆるスピーディーを、運用しているところに対して、米軍による被害支援活動が的確に行われるように、外務省へ退院量放出計算の、結果を報告をしたというのが事実でございます。上野美智子さん。はい。ですね、文科大臣、変わられてきっと引き継ぎがあったんだと思いますが、その時に、文科大臣はご存知だったということでよろしいんですね、その当時の文科大臣は。はい、平野文科大臣。当然知りうる立場でございますし、掌握はしておる、こういうふうに私は理解をいたしております。上野さん。合わせて外務大臣はいかがですか。その当時の、外務大臣から、そのスピーディーの情報を、米軍に、情報提供したということはご存知だったんですか。現場外務大臣。ですね、今おっしゃった在日米軍への提供は今文科大臣が申し上げた通りということで、ございます。それでじゃあ当時の外務大臣が知っていたかどうかと、こういう問いでありますけれども、私が聞いておりますのは、当時ですね、松本外務大臣から担当部局に対して米軍が救援活動等を実施するのに必要な情報は提供するよう指示があったということで、ございます。ただしですね、このスピーディーにかかるデータだということまでですね、認識していたかどうかというのは率直に申し上げて、私存じ上げません。はい、上野美智子さん。ではですね、ちょっと質問を変えてですね、政府はなぜこのことをですね、1月16日の国会、事故調で委員の皆さんから質問されるまで、米軍にこういう公表を流した、または、情報を提供したということを、言わなかったんですか？外に出さなかったんですか？はい、平野文部科学大臣。
これちょっと私が答える立場かどうか分かりませんが、もう一度整理いたします。文科省のスピーディーの隊員寮の放出拡散予測の提供ということで、文部科学省として3月の11日の発災の午後からそのスピーディーの予測をいたしまして、その時に関係機関に情報提供をしてまいりました。これは3月の11日、12日、13日、14日とこういうふうに出してまいりましたが、基本的にそれをどういうふうに公表するかと、こういうところについては文科省の責務ということではなくて、対策本部、すなわち、まず一義的には私ども提供しておりますのは保安院に一時情報として提供しておりますから、その中で対策本部としてこれをどう出すかという判断はそこにあろうかと、こういうふうに思っております。上野美智子さん。うまく伝わらなかったようですが、米軍へ情報を提供したということをどうして国内で公表しなかったかということだったんですね。もう一回。もう一度言います。はい。ですね、この時に米軍に情報、スピーディーの情報を提供したということを、外務省、もしくは文科省から、どうしてこういうことを、出したということを国内で、私たちというか、皆さんに公表しなかったのですか。はい、平野。どなたが答えますか。平野文部科学大臣。一般国民への広報という、こういうことですね。これについては、一義的には原子力災害対策本部事務局が、どういうふうに公表するかということを担っておるわけでありまして、文部科学省としてこれを、公表すると。こういうことについての想定はございませんでした。はい、上野美智子さん。先に進みます。米軍に対する情報提供について、私がどうしてこれほどこだわるかというと、国会事故調の議事録も読ませていただきました。また、直接文科省の担当の方からのご説明を聞きました。その中で、文科省の、方から、ちょっと唖然としてしまうようなことでの釈明がありましたので、皆さんのお手元にお配りしました、資料の1枚目をご覧ください。上から3行目です。これはスピーディーの情報に対しての、公開のことを委員が質問しているところですが、スピーディーの情報の公表等については原子力安全委員会の方に決めさせようというふうに文部科学省内部で決定されたというときにはもうすでに米軍及び米政府に対しては公表済みであることは承知していた、そういう理解でよろしいですかと確認したのに対し、文科省の担当者は外務省経由で情報を提供してはしていたのはいろいろ支援していただくためでありまして、公表という認識では私もどもはございませんでしたという答弁なんですね。この、今私が読んだところの、その答弁のところをどう思われますか。はい、文科大臣平野博文君。これはですね、私もその現場にいませんが、この文章を、見る限りには、この情報を公表するという概念ではなくて、関係機関、要請に基づいて関係機関に情報を提供したと、こういう提供した先でどうされるかというのは、日本国内の政府としては、先ほど申し上げましたように、原子力安全委員会の方なのか事故対策本部でやられるというのが本来の趣旨でございました。上野さん。文科大臣、教育分野では学校の教育で国語というのを所管しております。文科省はで今私こういうふうにおっしゃられるなと思って想像してた通り の答弁いただきまして、情報の提供と公表は違うんだよと、
そうおっしゃるんですが、果たして国民は、多くの国民は、政府からのこのような発表に対してですね、情報提供とか公表とか連絡とか、そういうことが全部違うというふうに捉えるでしょうか。平野文部科学大臣。先生おっしゃるように、言葉の持つ意味の大切さ、的確にその発言をするということは大事だと思っておりますし、そういう意味でこの公表済みであることは承知いたしていたという、この公表という言葉は私は不適切な言葉だと思います。あくまでも私の立場で今申し上げられることは、関係機関、関係部署に情報を提供し、したと、こういうことだと思います。はい。上野さん。すいません。先ほどお配りした資料の1枚目の下から、8行目から見ていただくとわかるんですが、多くの国民がどう思っているか。これは、自己調の委員からも、基準と目安とか、公表と連絡とかの言葉で逃げられても、国民から見れば、公表したのであっても、連絡したのであっても、同じこと。言葉遊びはやめてほしいと、下から3行目にも書いてあります。私も全くその通りだと思います。つまり、情報提供は、もうアメリカとしてはどういうふうに取るかというと、いわゆる公表とみなして取っていると私は思います。ここで、国内に公表されなかったスピーディーの情報をですね、米軍と米政府へ公表、つまり情報を提供したのはですね、3月14日からですね。もう一回お答えください。はい。現場外務大臣。上野委員がおっしゃるとおりですね、在日米軍からですね、情報提供依頼をされた、そして文科省に対して当時の外務省が関連情報を提供するよう依頼した、そしてこれに対して文科省からスピーディーにかかるデータの提供を受けた、それはおっしゃるとおり3月14日以降、外務省は文科省から提供を受けた同データを随時在日米軍に提供したというのが事実だというふうに思います。で、その上で、こういった在日米軍に対してですね、先方の要請に基づいてスピーディーにかかる情報を提供するということは適切かつ必要な対応であったというふうに考えていますが、私が答弁をする立場にありませんけれども、じゃあ国民の皆様にどうして公表できなかったのか、私は福島県の出身であり、福島県民でありますから、まあ、率直に申し上げてじくじたる思いがございます。で、ただですね、まあ、私の立場で申し上げるというのはいかがかということもありますし、おそらくですね、その当時はその当時の判断、私は、後でですね、このスピーディーの存在を知ったときに、どう思ったかといえば何なんだと、それは率直に言って思いました。で、そのときに聞いた説明は、もう率直に言ってそのデータに自信がなかったということは聞きました。で、それはまさにそういうことも含めてですね、よく検証をして、もう起きてしまったのでですね、検証して、もう改めるべきは改めていくと。いうことをしていくしか今はないのではないかというふうに思っております。上野美智子さん。ですね、どうしてこんなに情報提供問題にこだわるかといいますと、資料の次のページをご覧ください。実は私はですね、昨年の4月の26日になりますが、スピーディーに関する質問収書を提出いたしました。私はこの中で、スピーディー関連データの外国への提供についても質問しました。これに対する政府の答弁書は、スピーディーを用いた積算線量の試算の結果については、3月24日に外務省が開催した在京外交団を対象とした説明会において、原子力安全委員会から説明しているというもの でした。これだけでした。この収書の答弁書では、米軍へのスピーディーの情報提供の事実は、
全く示されておりません。事実は今大臣おっしゃったように3月14日に事実はもう提供されてるんです。つまり事実を提供した形で答弁書を閣議決定したのですね。そうだとすると半年後に米軍に情報提供してしまったと認めるというのはおかしいと思います。なぜその時点で私の質問収集にきちんと答えてくれなかったんでしょうか。答えてください。内閣官房長官藤村修君。今質問収集に対することでちょっと正確に申し上げます。スピーディーの単位量放出の計算結果については昨年3月14日から外務省からの要請に基づき同省を通じて米軍に提供していたところでありました。でご指摘の質問主意書は昨年3月23日に原子力安全委員会が公表したスピーディーの予測データについての問題質問でありました。でそこで同データについては同月24日に外務省が開催した在京外交団を対象とした説明会において原子力安全委員会が説明している旨を答弁書に記したところであって答弁書自体その整合性は取れているということではございます。上野さん、これは先ほどと同じようにまさしく言葉のあやであると私は思います。もう一度お答えいただけますか。じゃあ、外務大臣、これどう思いますか。外務大臣、現場孝一郎君。これね、上の委員ね、いや、今の話は、これ質問に対して、この政府答弁書の話なんですよ。今のはですね。で、この政府答弁書に対する質問に対する答えとしてはいいんだと思うんです。ただ、先ほど来から申し上げているように、なんでね、それだったらば、早くに出せなかったんだって思いは、それは私には、もう言葉にならないくらいの思いでございます。ですから、そこは、まさに今のご質問も含めてですけれども、本当によく検証して、そういうことが今後二度と起こらないようにですね、していかなきゃいけないということだと思うんです。ただ、上野にこれ分かっていただきたいのは、この質問に対しては、この答えにならざるを得ないんだと思うんです。この質問に対してはですね。ですから、そこは別にもう今隠すなんて必要はもう全くないし、すべてオープンにして、良かったことも悪かったこともすべて、検証するということが大切だと思います。はい、上野美智子さん。では当日、その公表について、どこの所管が責任を持って、やっていたかということなんですが、これもまたたくさんいろいろな問題があることなんですけれども、これは最近出た、新聞の情報なんですが、震災発生直後の、昨年3月15日に、文科省の政務三役がスピーディーとワールドスピーディーの試算データについて実務方から説明を受けた時のメモが明らかになったと。このメモは情報公開請求によって公表されるに至っておりまして、私もそれを取り寄せました。3月15日の政務三役の会議で、そのスピーディーとワールドスピーディーの試算データが関東及び東北地方に、放射性ブルームが広がるというものもありまして、それを見た政府三役の方がとても公表できない内容だと判断をしたと記されておりました。文科大臣当時の担当ではございませんが、ご説明は受けていると思いますので、この場でどういうご説明をお受けになったか、またこのメモに対してどう思うかご答弁いただけますか。はい、平野文部科学大臣。委員のご指摘のところにつきましてはですね、確かに新聞等々でそういう、部分が、出されております。そういう中で、政務三役会議ということでございますが、政務三役会議はその時は開かれておりません。したがって政務三役も入ったそういう議論の中での、私は言葉がそこにはあったんだろうと思いますが、極めて、正確性に私は、欠けている、情報だと認識をいたしております。はい、上野美智子さん。きちんとした会議ではなくてもおよそ3人でご相談されたというのは確かなものだと私は思っております。そこでですね、その時にですね、政務三役であられた高木大臣や鈴木副大臣、その場所でいろいろとご相談したんだと思いますが、
なんとも、その時にですね、所管が文科省でありながら、文科省は、その運用までは持たないと、あくまでもそのデータを出す、そこまでに限るというような、内々でのお決め事をされたのかどうか、私はそれについても今まで聞いてきましたが、どうしても文科省が責任転嫁を決めて、そしてそれを、安全委員会の方に振ったようにしか私には思えないんですけども、その辺のところもご存知ですか。はい、文部科学大臣。私、まあ、文科省の担当ですから、文科省の立場で、ものを言うという立場でなりますと、少なくとも文科省は、防災マニュアルに沿って、そういうものが発令をされますと、一義的、先ほど官房長官からご説明ありましたが、隊員放出量に対する予測データについては、関係部署に、データを送付すると、こういうことで、やってまいりました。今回も、11日以降、そういう発令が出て、スピーディーを駆動させ、やってまいりました。で、先ほど来からお話もありますが、福島県の方にもそういうデータは、配信を、されているところで、ございます。で、そういう中で、私はどういうふうにこれから総合的判断をするかというときに、3月の16日だと思いますが、当時の官房長官の下で、協議がなされて、それ以降は、スピーディーの運用については、安全委員会で、するということで、文科省としても、それ運用に関わっておられたオペレーター2人をそちらに、移したと。決して、その文科省がですね、責任転嫁でその仕組みを、渡したということではありません。トータルとして、政府としてどうあるべきかという議論のもとに、2人のオペレーターを出して、16日以降、安全委員会の方で、運用されると、こういうことになったので、先生、なんか、あたかも文科省が、いやいや、向こうへ押っつけたと、こういうようなご表現でございますが、事実はそういうことではございません。上野美智子さん。公表する責任は安全委員会にあるということですね。はい。平野文部科学大臣。その判断は対策本部だと思います。はい、上野さん。以前からもどこが一体最終責任者なのかということが私にも全くわからない状況でした。この時点でですね、アメリカにある原子力規制委員会というのがありますが、そこでの放射性物質の拡散予測もしておりまして、アメリカとしては早くから様々な形で情報を収集しておりました。日本のスピーディーと同じような、形のシステムもございます。そして、なおそれを、確実なものにしたいという思いで多分スピーディーの情報が欲しかったと思いますが、その後、日本のスピーディーの情報も多分参考にされて、アメリカとしてはあくまでも推測で実測とは異なるかもしれないというような注釈付きですが、拡散予測を在日米国人に対して公表しておる、早い時期に。これは政府はご存知だと思います。なぜなら、すぐに在日米国人は福島原発より80キロ県外に避難するのにということが騒がれ、私たちもびっくりしたところですので、このようにですね、外国では、アメリカではきちんとですね、あくまでも推測で、実際とは異なるかもしれないという注釈付きですが、データを出してるんですよ。これはやはりその国民のことを、国民の命を思ってきちんとそれを隠さないで出してると思うんですね。先ほど、外務大臣もおっしゃいました。これは本当に必要なデータだったんです。皆さん、たとえそちらに流れるかどうかわからなくても、その時にはそれしか情報がなかったら、そこは避けて、そして避難すると思います。大事な大事なデータをなぜ出してもらえなかったのか、いまだに私は本当に悲しいです。次にですね、関連で時間が少なくなりましたので、スピーディーの予算についてお伺いします。その前に、昨日の予算委員会でもスピーディーについての質問に対して、スピーディーの、これからの情報はもう地方には出さないというような形のことをお聞きしましたが、これではスピーディーはもう必要ないということなんですか。それとも、スピーディーは、第二次の、形として、バックアップシステムとして、裏方さん、
もう表には出さないけども、後から仕方なしに使うような状況だということなんですか。お答えいただけますか。はい、文部科学大臣。昨日の予算委員会で私は出さないとは申し上げておりません。これは、その地方公共団体、その原発の発電所のある地方公共団体の方からの要請、特に防災訓練とかそういうところがありますから、そういう要請に基づいて文科省としては今日まで出してきましたし、これからもその地方公共団体の要請に基づいて出すということについてはもう全くやぶさかでありません。で、今一つこのスピーディーについて、ほんまにこれは有用でないのかと、こういうことでございますが、私は、何年か前か忘れました JCO の事故があったときに、私はこれは絶対に必要であると、こういう思いで、大体あの時で120億ぐらいだったと思うんですが、かけて作ったことですから、私自身としてはこのスピーディーの予測データというのは非常に有用なデータであるという認識に立っています。ただ先生ね、ご理解いただきたいのは、1時間単位で取ってきますと風の方向によってぐるぐるこれ変わっていきますから、どこが事実なのかという、これが、最終判断としてあるわけでございますので、今後も私はスピーディーの機能アップについても、私文科省の担当立場では重要視をしているところでございます。上野美智子さん。文部大臣、ありがとうございます。そうしますと、今のお話ですと、スピーディーの有効性を、必要性を認めくださるということですね。はい、平野文部大臣。全部、トータルとしての判断ではなくて、一義的な大きな情報データとしては、私は、必要なデータであると、私は思っています。上野美智子さん。あくまでも、同支援で避難誘導するという基本に徹するというような情報も入ってますが、そうではないですね。はい、平野文部科学大臣。それは少し違っておりまして、同支援的に例えば10キロ、20キロ、30キロと、こういうふうに避難をすると、これは政府の意思の決定としてあるわけですが、そういうことと、スピーディーの情報データの提出ということは少し次元の違う話だと私は思います。上野さん。ありがとうございます。ということは、まずスピーディーをこれから有効に使われる必要だということで、私はそう捉えました。ありがとうございます。実は、スピーディーの3番目の資料を見てください。その3番目の資料では、今までにスピーディーにどれだけ予算が使われたかということですが、かなり先ほど大臣もおっしゃられましたが、120億円も投資されてきた。そして、今大臣もお認めになっている素晴らしいシステムだと思っております。そしてですね、また来年度はさらにですね、2億円アップして、9億6千万ですか、猶予。もうちょっと多くなるかもしれない。このようにたくさんのお金を、つけてくださっております。これによりますと、とても頼もしいお話なんですが、問題はですね、その所管がスピーディーがどこへ行ってしまうかという問題なんですが、これ私調べらしてびっくりしたんですが、大臣、スピーディーはどこの所管に行って、部署に行ってしまうんですか。はい、それじゃあ、その原発事故担当大臣。スピーディーにつきましては、原子力規制庁の所管ということにさせていただきたいというふうに思っております。このスピーディーの問題、私も3月23日に初めて公開をしたんですが、その3月23日初めて、そのスピーディーのデータを見ました。その前に、スピーディーできちっとシミュレーションできないのかというだいぶやり取りをしたんですが、文部科学省と原子力安全委員会とですね、あとはオンサイトのことについては、保安員がやりますので、それぞれが、なんて言いますか、何をするべきなのかということについての役割分担が非常に不明確で、結局活用できなかったという痛恨のですね、思いがございます。したがってですね、それをこれから、しっかりと、国民のために使うことができるようにするためにはですね、オンサイトの情報とオフサイトのシミュレーションをですね、一元化をしてやる必要があるということで、規制庁で、それをですね、一元化をさせていただきたいと思っております。で、その中で、例えばですね、
放出源情報が得られなかった場合に推定をしてしっかりとシミュレーションするなどの運用の改善をですね、抜本的に図らなければならないと考えているところでございます。上野さん。この原子力規制庁に関して、設置に関しては川口委員からも質問がありましたが、いつできるんでしょうか。はい、細野担当大臣。4月1日ということで法案を出させていただいておりますので、できるだけ早く発足をさせていただければというふうに考えております。いろんなご意見があるのは承知をしておるんですが、今上野委員からご質問いただいたスピーディーもですね、これ運営マニュアルも改定もしなければなりませんし、安全委員会と保安院とそして文部科学省というこの三元体制をですね、いつまでも維持することが、これは望ましいとはどうしても思えないんですね。ですのでぜひご理解をいただいて、できるだけ早い段階での発足にですねご協力をいただければと、そのように考えております。はい、上野美智子さん。かなりやることがあると思います。大臣、スピーディーに関してだけでも、今、大臣おっしゃられたのかなりあって、それでそこのスタッフをどのようにするかという問題も出てくると思うんです。やはりそこには、技術的にもきちんと知っている方に行ってもらわなきゃならないということもありますし、そうするとですね、その間にですね、もし何かがあったときに、本当にまた万が一ですが、スピーディーの情報が必要になった場合とかは、ガタガタ中がしてたとき、どうするのかという心配がですね、実は昨日地震がありましたよね。あれで私も思ったわけですが、もうきっときちんとですね、中身を固めてから、絶対4月1日私は無理だと思うんですが、もう一度お答えください。いかがでしょう。細野原発事故担当大臣。スピーディーにつきましては、現実的にはですね、原子力安全技術センターという公益法人が、これまでシステムを開発をしてきて、それをどう活用するかというのを、文部科学省と原子力安全委員会と保安院が、それぞれ活用して、コントロールタワーが不在だったんです。ですから、新しい規制庁を作っていただければ、そのもとにですね、原子力安全技術センターでスピーディーをしっかりと運営をさせてですね、一元化をしてコントロールするということができますので、相当運営体制は変わるし、国民にもプラスになるというふうに考えております。今のままバラバラですと、もちろん、改善はしてますけれどもね、改善はしてますけれども、バラバラですとですね、じゃあどこがどうやるんだということについて、必ずしも、しっかりとした、対応ということについて、全く不安がないかと言われればですね、それは、変えていかなければならないと、私自身はそう考えております。上野美智子さん。とても、大変な問題だと思います。今日はですね、スピーディーについて、ほとんどスピーディーについてお話しさせて、質問させていただきましたが、こうやって後からですね、真実、事実が隠されていると思われるような問題が出てくるということを、大変私は遺憾に思います。どうか、先ほど外務大臣、そして、文科大臣からは、個人的には、一生懸命にやらせていただくというような形、また、このスピーディーが早く出なかったことは納得いかないという、大変温かいお言葉もいただきました。そして、また、日共争の問題に対して、上本さんの問題に対しては、前向きにするというご意見もいただきましたので、これをぜひとも進めていただきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。これで質問をいたします。ありがとうございました。